はい、今日は、パインで涙袋にヒアルロン酸を入れた人で、この、ヒアルロン酸をヒアルロンインダースで溶かします。よそでやったわけですが、あまり涙袋に適していない柔らかいヒアルロン酸を大量に入れてしまっているので、左右が非対称だし、プリッときれいに張りが出てなくて、縦に伸びて周りに広がってきれいな涙袋になっていません。なのでヒアルロンインダースを溶かします。じゃあね、目開けたまま注射するので、あんま後ろにつけてる眉を見ておいてください。消毒します。うちのヒアルロンインダースは、ちょっと翌日にはほとんど大きな腫れもなく溶けています。じゃあチクッとしますね。ヒアルロンインダーゼもいろんなヒアルロンインダーゼがあって、あんまり溶けなくて中途半端に残っちゃうものもあれば、よく溶けて翌日にはほとんど腫れもなくなくなってしまうというものがありまして、タパスクインクで使ってるものはいいものを使ってますんで、腫れも少ないし、アレルギーが出るという可能性もほとんどないし、よく溶けるので、翌日にはほとんどなくなっていると思います。はい、直後は注入した分ちょっとむくんでるんですけど、そのむくみはもう数時間でほとんど消えてしまいます。で、明日にはもう大きな腫れもなく、ほとんどヒアルロン酸はなくなってしまって、元の目になっていると思います。じゃあいいよ。